家でどうやって野外の趣味を楽しんでおられますか。野外趣味あるんですか。いやでもウォーキングぐらいしか今してないですね。あ、じゃあまあ暇だし近所散歩みたいな。そうそう、昨日も夜9キロ歩いたりとか。夜9キロって徘徊じゃないですか。もうそう、でも僕はパトロールって自分では思ってるんですけどあ、はいはい、でもやっぱね、お年寄り今ウォーキングしてる人も多いんですよ、ご夫婦とかで、うん、そうなると、あとおばさんがこう歩いたりとかすると、やっぱ大男が183センチの大男が後ろから早歩きで来るとやっぱみんなね、うん、ビクッとするんですよねそれはそうでしょ。だからやっぱなんかこう街に迷惑かけてるなって思う反面、でも皆さんがもし困った時があった時に助けるのは俺だよって思いながら、土田さんのせいで困ってますよ。